ハッティ人は、アナトリア半島中央部のハッティの地と称された領域に居住していた古代の民族、品王語族の言語を話していたと推定される。この民族については、アッカド・オサルゴンが築いた帝国の時代から、インドヨーロッパ語族系の筆体都人に徐々に吸収、同化された、紀元前2000年から紀元前1700年頃まで記述が残されたが、以降はもっぱら、 ヒッタイト人たちがハッティの土地と結びつけられるようになった。紀元前1290年頃のヒッタイト帝国と境界を接していたエジプト王国の領域。アナトリア半島中央部を意味する最も古い表現であるハッティの地はアッカド・オサルゴンの時代に遡るメソポタミアの設計文字の粘土板に現れる。そこではアッシリア、アッカドの商人たちが サルゴン王に援助を求める単願を行っていた。アッシリアの年代記類において、ハッティの地という故障は、その後も紀元前650年まで1500年ほど用いられ、続けた。その後のヒッタイトの記録によれば、サルゴン大王は、ルヴィ人の王ピルシアンダのヌルダガルと戦ったとされ、サルゴンの後継者であるアッカドのナラムシンは、 ハッティをパムバヤ16の連合者たちと戦ったという。ハッティ人を指してゲンヒッタイトと呼ぶことがあるが、これは不正確な故障である。ネサの言葉でね、尻と呼ばれていたヒッタイトは、インドヨーロッパ語族の言語を用いており、ハッティ人とは言語系統が異なっていた。ハッティ人たちは自分たちの王国をハッティの地と称し続けた。やがてハッティ人もヒッタイト語 ルイ語パラ語など、インドヨーロッパ語族の言語を用いる人々と同化していった。筆体との支配が及んだ領域、紀元前1350年、紀元前1300年、頃。西方には、アルザワの支配地域や、リュキア、南東には、ミタンニの支配地域があった。ハッティ人は、都市国家や小規模な王国、公国ごとに、組織されていた。それぞれの都市は、 真剣政治を行う広告として組織されていた。ハッティ人が用いていたハッティ語はインドヨーロッパ語族の言語ではなく、系統は不明である。今日では一部の研究者たちは北西高カサス語族に関係する言語と考えている。トレバー・ブライスは次のように記している。いわゆるハッティ人の文明の証拠は、 後年の筆イと後の古文書の中に見出される、インドヨーロッパ語族の言葉ではない、ある言語の断片によってもたらされる。この言語は、ハッタリー、すなわち、ハッティの言語と称されている。伝えられている数少ないテキストは、宗教的、内種カルト的な性格の内容である。これらのテキストは、多数のハッティの神々の名や、人名、地名を伝えている。 筆体との設計文字の粘土板に見出される、ハッティ語のテキストは150件ほどの例がある。ハッティ人の指導者たちは、おそらくはコアッシリア語を書く書記を用いたものと思われる。トルコの考古学者、エクレム・アクルガルによれば、アナトリアの君主たちは、メソポタミアとの交易やカネシュにおける取引のために、アッシリア語を身につけていた書記を用いていたが、これは、 アッシリアとの取引を行うことが目的であった。紀元前21世紀から紀元前18世紀にかけてアッシリアはハッティの地にハットムやザルプワなど交易の拠点を設けていた。研究者たちは長らくアナトリア地方の人口の大部分は第3000年期にはインドヨーロッパ語族の言語を用いる人々が到来する以前からの先住民である。 ハッティ人と呼ばれる人々であったと考えてきた。しかし、インドヨーロッパ語族の言語を用いる人々が、アナトリア半島中央部により早い時点から共存していたこともあり得る、という見方もある。ペトラ・ゲーデ・ゲブーレは、筆体都人による征服以前に、インドヨーロッパ語族の言語、おそらくは、ルイ語が、 ハッティ語と共にすでに長期間にわたって話されていたとする見方を提案している。筆体都心王国の時代に近づくにつれ、ハッティ語は脳覚醒を強めていった。この展開は、ハッティ語が少なくとも紀元前14世紀末までは生きた言語であったことを示唆している。アレクセイカシシアンは、統語論的に SOV 型の公文を取る、北西高カサス語族が語彙において、 ハッティ語に通じるという説を提案している。アンカラのアナトリア文明博物館が所蔵するチボ神像紀元前5750年頃、ハッティ人の宗教は石器時代まで遡る。それはチボ神として神格化された大地への信仰に関わるものであり、ハッティ人たちはチボ神を称えることで収穫の豊穣と自分たちの安寧を願った。 ハッティジンの満神殿には、嵐の神たる、太陽ジンフルセムないし、ウルセムをはじめ、他の様々な要素を神格化した神々がいた。チャタルヒュークに残されたレリーフには、女性が牛をしむ図があるが、これはすなわち、チボシンカタハナイシ、ハンナハンナが、嵐の神、たるの母親であることを表している。アンカラのアナトリア文明博物館が所蔵する、牛の姿で表現された嵐の神。 あとには、ヒッタイト人たちが、こうしたハッティ人の神々の多くを自分たちの信仰に組み込んでいった。ジェームス・メラートは、アナトリア先住民の宗教は、大地から得られた水という概念を軸にしているとする、説を唱えた。画像や文で示された転居は、アナトリアの住民たちにとって、特に重要であった神が、大地の水の神であったことを示している。 他の多数の神々が大地と水に結びつけられていた。ヒッタイトの設計文字では、大地の水の神は、通常、リムと表現された。アナトリアの嵐の神々は、確認されているいつずりが100種類ほどあるが、DU などとされ、大部分は、ハッティの嵐の神というように、各都市の名を入れて呼ばれていた。ヒッタイトの伝説であるテリピヌと、オロチのようなリューイルリアン歌手の話は、 その原型がハッティ人の文明に遡る。青銅器時代のアナトリアに存在した社会は、ほとんど場合に複数の言語を用いていたが、ハッティ人とヒッタイト人では、おそらくは個人の身体的特徴も異なっていたと考える研究者もいる。カデシュの戦いを記録したエジプト側の描写には、鼻の高いハッティ人の兵士たちへの言及があるが、それを指揮する。 ヒッタイト人の指揮官たちは、風貌が異なっていたとエクレムアクルガルは述べている。この説は、非常に疑わしく、実際のところ、ヒッタイトのエリートと庶民で、描写の違いが見られない。ありがとうございます。